お兄ちゃん、お腹が空いたのだ。ああ、やっと来た。お昼何にするつもりなの？遅いぞ小高。少女の生き血を所望する。早く用意するがいい。あれ、またお前牛乳じゃなくてトマトジュース飲むようになったのか。クククやはりあのような牛の乳などでは真の力は発揮できぬ。お前吸血鬼のくせにトマトジュース飲むのか。そなたからうんこ吸血鬼なのだ。ちゃうもん、トマトジュースやない。そんなもん飲まへんわ。じゃあお兄ちゃん、うんこ吸血鬼の分のトマトジュースは私がもらうのだ。うちのもん勝手に取るな、アホ。昼飯は簡単なものでいいか。任せる。ねえねえ、外に出て食べない？なぜわざわざ外で食べなければならないのだ。だってテレビのニュースで海水浴の特集やるとよく浜辺で食べてるじゃない。せっかくだし。ああ、かき氷とか焼きそばとか海の家で売ってるやつか。そうそう、あのまずそうな焼きそば。すぐメディアに流されるアホ肉が。ここは海の家などない無人島だぞ。でもいいでしょ、ビーチで食べたいってだけなんだから。雰囲気よ雰囲気。雰囲気、私はギャルゲーで学んだわ。雰囲気を楽しめるようにならないと友達はできないのよ。なぜだかクラスメート大勢とカラオケを楽しむとかの選択肢を選ばないと攻略できなくて、そのせいで何度も何度もセーブとロードを繰り返したんだから。いろんな意味で哀れだな。まあいいんじゃないか、外で食べるくらい。雪村とリカもいいだろ。兄貴がそうおっしゃるならば。リカも特に問題ないです。いや、待ってください。セナ先輩の言葉からふと焼きそばと割り箸、どっちが受けでどっちが攻めかと思いまして。一見割り箸が攻めに見えますが、割り箸を自分色に染め上げる焼きそばも。小高気が利くじゃない。肉を甘やかしてもろくなことにならないぞ。いや、大きめのフライパン使えば一気に何人分も作れるから楽だし。おお、焼きそばなのだ。お兄ちゃんが作ってくれた焼きそば。割り箸と焼きそば、もうこれから先は箸とそばのくんずほぐれつ展開しか予想できませんよね。無視ですか？ツンデレですね先輩。悪いな雪村、手伝ってもらって。いえ、兄貴のお役に立つことが私の生きる喜びですので。とにかく食べるとするか。少しはリア充っぽいな。じゃあ早速食べましょう。いただきます。もう何なのよこの風。やー！
みんな大丈夫か？大丈夫じゃない。だから私は嫌だったんだ、外で食べるなんて。あんちゃん、兄貴と私の焼きそばが砂まみれ。焼きそばと箸による乱れ展開を期待していたのに。